はい、本日はですね、ノースフェイスのアイテムを使った春の1週間コーデをやってみたいなというふうに思います。大体ですね、多分1週間ぐらい前に春のコーディネートっていうことで黒のフラックスのみを使ったコーディネートっていうのをやったんですけども、まあ、今回はノースフェイスのアイテムを毎日取り入れてコーディネートするというのに、まあ、挑戦してみようかなというふうに思っております。一応ですね、勝手な自分のルールとしてはですね、1日に2アイテムはノースフェイスのアイテムを入れて月曜日から日曜日までのコーディネートをやっていって、前回同様勝手な設定とか勝手な合コンとか、まあ、そんなのも掘り込みながらやっていきたいなというふうに思っております。ということでですね、まあ、早速コーディネート法を見てもらおうかなというふうに思ってるんですが、ちょっと最初に設定だけちょっとお話しさせていただくんですが、設定がですね、35歳のスポーツ店勤務の副店長という設定でやっております。ちなみにですね、35歳で副店長でやってるんですが、そんなに仕事には熱が入ってなくてですね、どっちかっていうと遊びとかにちょっとまあ集中してる感じで、まあ、仕事はまあほどほどにできたらいいぐらいの男性をイメージしてコーディネートしたという感じになっておりますので、全然野心とかはない35歳スポーツ店勤務の副店長の1週間コーデをやってみたいなと思います。ではどうぞ。はい、それではですね、まず月曜日から見てもらいたいなと思うんですが、まあ、月曜日がですね、まず先にノースフェイスのアイテムを言うとですね、この上に着てるジャケット、そして履いてるパンツがドーローライトパンツ、そして持ってるリュックがノースフェイスのカバンというリュックなので、計3点ノースフェイスを入れてるという感じになってるんですが、まあ、一応ですね、まあ、テーマとしてはですね、スポーツ店勤務っていうことなんで、まあ、これリュック置いたらそのまま働けるっていうスタイルを一応月曜日から金曜日まで取り入れてるということで、スポーツ店勤務なんですけども、土日は一応お休みという細かい設定を設けております。でですね、まあ、週の初めということで、まあ、パーカー1枚でちょっと出勤するのはあまりにもラフすぎるかなというところになっておりますので、一応上にジャケットを羽織ってるっていう感じなんですが、この副店長あまりやる気がなくて自分でシフトを組めるということで、土日は毎週休みにしております。なので月曜日が週始めということになっているので、まあ、月曜日ぐらいは一応まあ上にちょっとジャケットぐらい羽織っとこうかということになっているんですが、まあ、このジャケットも一応ジャージになっているので、まあ、楽に動けるということで、いかにもスポーツ店らしい、スポーツ店の副店長らしいコーディネートということになっております。まあ35歳なんで、あんまりこう色をガラガラ使ったとか柄を使ったような感じではなくて、ほんまにシンプルな感じの合わせっていうことになってるんですが、まあ抑えるとこは抑えてるよという感じのスタイルかなというふうに思います。では次、火曜日行きたいなと思います。で、火曜日はですね、こういう感じでクライムライトの黄色っていうことになってるんですが、まあ、月曜日も火曜日も共に時計を見てるという時間に追われてる感じですよね。副店長なのでほんまきっちりしなきゃいけないんですが、あまり仕事にはやる気ないので、まあ、ギリギリ間に合うかなぐらいの感じで、バスで、バス停でバスを待ってるというようなイメージで僕は撮っております。でですね、まあ、この日は、まあ、見てもらったら分かる通り黄色をベースに作ってはいてるんですが、ノースフェイスのアイテムとしてはまずパンツ、アルパインライトパンツというパンツを履いて、ジャケットがクライムライトジャケットという黄色のジャケットを着て、でカバンというカバンを背負ってますね。でこのカバンはですね、多分おそらく月曜から金曜まで全部、これを持ってたはずです。はい、また言いますが、はい、そうやったと思います。で、こういう風な感じでコーディネートしてるんですが、一応テーマとしては帰りに小雨が降ってくるという天気予報があるので、夕方小雨が降ってくるから防水のジャケットを着とこうということで、このクライムライトジャケットを着てるという感じになっております。まあ、ちょっとですね、ジャケットが黄色でパンツも黄色で合わせるのって、まあ、ちょっとやりすぎかなっていう感じはあったんですけども、まあ、スポーツ店の店員なので、まあ、ある程度派手でもええかなという感じで、まあ、ここは派手さを意識して作ってるという感じにはなっております。でこちらも同様ですね、カバンを置いたらすぐに勤務ができるようなスタイルということになっておりますので、向こうで着替える必要はないというスタイルになっております。まあ、特にこの日はテーマないですね。小雨程度っていうぐらいの、まあ、感じです。では次、水曜日行きたいなというふうに思います。で水曜日がですね、こんな感じでパーカーにパンツっていうことなんですが、このパンツはですね、月曜日も履いていたドーローライトパンツっていうパンツと、あとパーカーがですね、ノースフェイスっていうロゴがど真ん中に入ってて、それが無地っていう、まあ無地ではないんですけど、ロゴがワンポイントだけあるっていう感じのパーカーを着てるということになってるんですが、まあ、この日はですね、まあ、水曜日ということで週の中日で、この仕事が終わってから後輩に飲みに誘われてるという設定になっておりまして、まあ、後輩からちょっと聞いてください、拓造さん相談あるんですよっていうことを言われてて、ああ、オッケーオッケー、ほんなじゃあ水曜日飲みに行こうかっていうスタイルということになっております。まあ、なので普通にドーローライトパンツ自体が結構カジュアルな感じで履けるパンツなので、まあ、そのパンツをベースにパーカーをパッて着るだけでもほどほどに
着こなせれるかなという感じでは思います。これがもしパンツがですねアルパインライトパンツになっちゃうとちょっとスポーツ感がもうちょっと出てくるので、まあ、もうちょっとカジュアルにしたいっていう方であれば道路ライトの方がカジュアルになるので、まあ、こういう感じで道路ライトを履いてパーカーを着とけば、まあ、そこそこ様になるかなというふうに思います。使ってるアイテム自体は結構ラフなアイテムなんですけど、まあ、そこそこ様になる感じで、まあ、これやったら居酒屋とか行っても、まあ、すぐにあの匂いがついたりタバコの匂いがつくと思うんですけど家帰ってそのまま洗えるというスタイルになっているので、まあ、そういうちょっとあの飲みに行った後のことも考えながら、あの35歳ちなみに独身でやっておりますので自分で全部やらなあかんから、まあ、洗濯物も考えたら、まあ、変にクライムライトとか着ていくより、まあ、パーカーで全部洗える方がいいなというコーデとなっております。ちなみにですねこの時の後輩からの相談内容というのはですね、まあ、仕事の相談内容なんですが、いかんせんこの35歳の拓造はですねあんまり仕事にやる気がないので、まあ、好きにやったらええんちゃうぐらいしか回答はせえへんという、まあ、いかにも頼りない先輩という風になっております。で、水曜日が終わりということになってですね、まあ、次は木曜日ってことになってくるんですが、木曜日がですねちょっと今までとは違った感じのスタイルになっててですね、まあ、パンツがノースフェースじゃないということになってて、まあ、黒のスラックスを履いてるんですが、これはですねあのあえてちょっと綺麗めな感じ、スポーツ店の中では綺麗めなスタイルっていうことになっててですね、まあ、これはなぜかというと、この木曜日は仕事が終わってから次は後輩ではなくて上司と飲みに行くという設定になっててですね、まあ、ちょっと綺麗めな感じの方がいいかなということで綺麗めにしてます。で、ちなみにですね、上に着てるクライムライトというジャケットはですね、こちらのジャケットは火曜日に黄色のジャケットを着てたと思うんですけど、それの色違いということになってて、こっちの方がサイズが2サイズぐらいちょっと大きいので、まあ、こういうちょっと2サイズ大きめにしてるときは、まあ、パンツもちょっと大きめにして、あの上下でサイズ感のバランスを合わせているという感じにはなっております。まあ、ただですねこの切り返しの肩の部分が黒が入っているので結構黒パン持ってくるとしっくり収まりやすいっていう感じになってて、一応これ上後ろリュック背負ってるんですけど、まあ、リュックとジャケットがノースフェースという感じになってて、まあ、このまま、上司から飲みに誘われたので、まあ、ちなみに上司っていうのはスポーツ店のエリアマネージャーになっているので、まあ、ちょっときっちりしといた方がいいだろうということでスラックスを履いているという感じにはなっておりますというのが一応木曜日ですね。で、次はですね金曜日ということになっていくんですが、金曜日はですねこちらという感じになってて、もう早速言うとですね、あの前回の1週間コーデでもそうだったんですが、金曜日というのはもうどんな男性もそうですが、独身男性はもうコンパをする日なので、まあ、これはコンパコーデということになっててですね、上はジャケット、マウンテンジャケットというノースフェイスのジャケットを着て、まあ、カバンが、ノースフェイスのカバンというカバンを持ってるというのが2点ノースフェイスを使ってるんですが、これリュックを置いてジャケット脱いでしまえば全くノースフェイス要素はないんですが、まあ、これが一応コンパコーデということになっているので、あまりスポーツ店らしい感じよりかは、まあ、ちょっと街中で行けるような感じのスタイルということになっております。まあ、ちなみにですねこの日の設定としてはちょっとスポーツ店で仕事やる気ないくせにコンパはちょっと遅れていく、ちょっと大物感出して遅れていくっていう設定になっているので、7時からコンパ始まるんですが、この到着した時は8時、あともう一人ちょっと遅れてくるやつおんねんみたいな、どんな人って言ったらスポーツ店の副店長ということでこいつが現れてくるという設定になっております。ですね、まあ、こういう時にコンパとかで気合い入れてシャツとか着てくるやつとか、あと派手な色とか着てくる多分男子がいてると思うので、そういうのの差別化でいかにもナチュラルですよっていう雰囲気を出して、俺仕事頑張ってますよという顔だけは一応してるという感じのが金曜日のコンパスタイルということになっております。やっぱりですね、あの男子はですね無地でいかにうまく合わせるかっていうのがですね一番永遠のテーマかなと思いますので、やっぱ柄物はちょっと第一印象ではちょっときついかなということで、まあ、無地をチョイスしてるという感じになっています。では次は土曜日行きたいなというふうに思います。こちら土曜日ですね。土曜日はですねちょっといかにもスポーツな感じになってるんですが、この日のテーマっていうのがですねジョギングデートということになっててですね、あの自分が勤めてるスポーツ店の後輩の女の子と実は付き合ってるという設定になっててですね、その女の子とジョギングをしてるということになってて、仕事にはやる気ないんですが自分の体作りとかにはやる気があって、まあ、彼女も一応想定ではベストボディジャパンに出てるという想定になっているので、筋トレとかめっちゃ好きやしジョギングも好きということになっているので、まあ、これはジョギングスタイルということで、パンツがアルパインライトパンツ、いかにもスポーティーなパンツに、上がスワローテイルベントフーディーというスポーツ用ランニング用のジャケットということになってて、一応こういうスタイルはですねそのままカフェにも入れるような感じになっているので、ジョギングは一応街中するけど、一応イメージは京都ですね、京都の街中をランニングはするけども、まあ、途中のカフェにはちょっと寄ろうかということになっているので、真ん中見てもらったらボディバッグ実は持ってると思うんですけど、このボディバッグにお金とかちょっと入れてたりとか、あとスマホ入れてるのであの電子マネーで決済とかするというちょっといかにも流行りっぽい感じではやってるんですが、まあ、それがジョギングデートコーデということで土曜日ということになっております。まあ、ちなみに
土曜日はこんな感じで、1日デートして、もうこの日はあの彼女はお泊まりはしないので、もうそのまま帰って、彼女は日曜日仕事なんで、そのままバイバイということになっております。では次、日曜日、はい、日曜日はですね、まあ、こんな感じでハーフパンツを履いてるっていう感じなんですが、これは行き先はジムということになってですね、週に1回ジムに通ってるんですが、この週に1回ジムに通ってるところのインストラクターの女性にちょっと好意を抱いてるという感じになっております。まあ、あくまでこれは設定なので、いろんな女性に好意を抱いてるんですが、あくまで設定ということになっています。なので一応日曜日が好きな女性がいてるということなんで、まあ、ちょっと小綺麗にしていこうということで、まあ、ハーフパンツ、これはランニングしやすいようにハーフパンツで、ジムのランニングマシンでランニングするっていう感じ で靴はちょっと派手な感じにしてるんですが、パンツが一応これノースフェイスのパンツで、ロンティーもノースフェイスのロンティーで、スナップバッグというか、このスタッフバッグですね、持ってるのが着替えとか入ってるんですけど、まあ、これが、これもノースフェイスの着替えとかになってるっていう感じになっております。はい、というのがですね、一応1週間のコーデっていう感じになってですね、ノースフェイスをどうしても合わせようとすると結構カジュアルなイメージになっちゃうので、まあ、テーマっていうか設定どうしようかなと思ったら、やっぱスポーツ店設定の方がやっぱいいなと思って、まあ、スポーツ店設定にして、ほんまニートとか、まあ、無職とか等身大な感じでしたかったんですけども、あまりにもちょっと設定と服装がマッチしなかったんで、一応今回はスポーツ店の副店長という設定でやらせていただきました。で、まあ、途中のコーディネートでもあったんですが、まあ、上下ノースフェイスにしちゃうと結構そのスポーツ感というかアウトドア感が一気に強くなるんですが、まあ、途中の金曜日木曜日であったようなスラックスを合わせるようなスタイルにしちゃうと結構まあ街中でも溶け込めやすかったりとか、あとまあそれこそ色のついてないブラックとかであれば金曜日 のコンパコーデみたいな感じで普通の私服として着やすいかなというふうに思うので、やっぱり切り返しがある色味っていうか、ブラックと例えばイエローとか、ブラックとカーキとか、ブラックと茶色とかって切り返しがあると、なかなかちょっと私服っていうイメージよりかはスポーツ感がちょっと強くなるので、まあ、今回合わせてみてちょっとその辺が難しいかなというふうに思いました。はい、ということですね、まあ、本日はですね、ノースフェイスのアイテムを使って1週間のコーディネートを組んでみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。